ヘイスタックロックヘイスタックロックとは、アメリカ合衆国のオレゴン州に存在する、会食柱である。ただし、ヘイスタックロックと命名されている岩は一つではなく、オレゴン州の他の場所にも存在する。なお、ヘイスタックは、古外のある星草の大きな山を意味する英語なので、日本語に訳すと、星草の山のような岩という意味になる。ヘイスタックロック周辺上況観光地としても、 有名なヘイスタックロックのおおよその位置は北45度88分、西経123度96分、オレゴン州のクラトソップ郡に存在する。近くにある大きな町としては、東に約 130km ほどのところにオレゴン州のポートランド市が存在し、北北東に約 300km ほどのところにワシントン州のシアトル市が存在する。 このヘイスタックロックは玄武岩の一枚岩でできており、高さは約72メートル。約1700万年前、1000万年前にグランドロンドマウンテンズから噴出して流れた溶岩が固まり、その後海によって侵食されて今の形になったとされる。ところで干潮時はこの岩のすぐそばまで近づくことができる。さらにヘイスタックロックのそばにできる潮溜まりには、 人手などの極秘動物、カニなどの甲殻類、その他貝類などが見られる。しかし、不注意なものが潮が満ちてくるときにこの岩に近づいてしまったり、長居しすぎてしまったがために、岩に取り残されることがしばしば起き、毎年、アメリカ合衆国の沿岸警備隊などに救助されるものが出ているので、注意が必要である。なお、ヘイスタックロックには、アジサシや、 ツノメドリなどの海鳥が映像しているので、この周囲では、バードウォッチングがしばしば行われる。他にも、しばしば周囲の散策や、タコ揚げなどが近くで行われる。また、芸術家たちが写真を撮ったり、絵画を描いたりすることもあるし、グーニーズなどの映画が撮影された場所としても知られる。さらに、自然学習の場としても用いられている。なお、このヘイスタックロックのすぐ南には、 他に3つの小さな岩が存在しているが、それらはまとめてザニードルズと呼ばれている。オレゴン州にヘイスタックロックは3つ存在する。上記の観光地としても有名なヘイスタックロックはクラトソップ郡に存在するわけだが、残りのヘイスタックロックの一つはティラムック郡に存在し、もう一つはクーズ郡に存在する。なお、これらの中で一番高さの高いものは、 約100メートルの高さを誇っている。ウィキメディアコモンズには、ヘイスタックロックに関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。